店内栗ごと、鈴木勝る私の日課の第一声は、ひめばあちゃん、柴犬、11歳、やや肥満、すこぶる従順、おはよう、今朝の調子はから始まる。応接室のソファで寝ている。 ばあちゃんおはよう続いて仏壇の前に立っての第2世目となる稲ばあちゃん亡き妻稲去年65死後15年へやや大声であ拶をする生前の懺悔を込めて感謝感謝を語りかける続いて両親の遺影に向かい感謝の字の後は 頼み事の羅列となると特に2階に住む娘家族の健康と安全には入念に孫娘2人は共に巣立ったススちなみに2階とは独立採算です起床は早く3時15分。 八年ほど続く。就寝は二十時半。はい、おいでひとしきりの休憩の後。およそ十分の散歩。はい、この後すぐ。西の新聞を広げ。読むこと一時間。 姫ちゃんご飯食べとるかね。そして朝の初作業、食事、掃除、入浴、洗濯、文帳と姫さんの世話、軽い体操などが終わる頃、娘が昼食分のおかず一皿持参。ここで少々の雑談。の雑談厚生病院行く日なんだわ。ああ別にいいよ。だってああと歯医者行ってから行くから。早くね これが第3声となり、これで予定の1日分の会話はほぼ終了となることほどさようにおしゃべりが少ない、解決策はないが、つらくはない、あんたはまだ恵まれている、家族が近くにいるじゃないかと、きつい声がかかるかも。